こんにちは、南里穂です。今日は4月21日に発売されたマジョマジョのアイシャドウを使って春のデートメイクをしていきたいと思います。それではスタート。まずいつもはあんまりやらないんですけど、やっぱりしっかりデートだったらカバーしたいじゃないですか。あとヨレも防止したいために、鼻の部分にポアレスフリーザーっていう毛穴をカバーしてくれるような下地を鼻の部分にちょっと先に塗っていきたいと思います。こんな感じです。乳液みたいな感じです。だからサラッと塗れます。手で鼻の部分に伸ばしていきます。匂いもすっごいミントのスーってした感じの匂いがするので、塗った感じもめっちゃいい感じです。こんな感じでもうなんか鼻の部分が若干カバーされた感が出ます。次は下地を塗っていきます。下地は5月21日に発売の下地を使っていくんですけど、じゃじゃーん、3種類あります。このミントグリーンがニキビ跡や赤みをカバーしてくれて、この真ん中のピンクラベンダーがくすみを飛ばして透明感とかがアップする、トーンアップ下地っぽい感じですね。でこの最後の一番右のコーラルピーチが血色感とかがプラスされて、クマそばかすとかもふんわりカバーしてくれる感じです。で私は今日は、トーンアップしたいので、この真ん中のピンクラベンダーを使っていきたいと思います。ピンクラベンダーだから紫っぽい感じです。パッケージも可愛いんだよね。砂漠をイメージされてるみたいで、持ってたら上がるコスメですよね。自然にこれはトーンアップしてくれて、ツヤが出るんですけど、マスクよりがしにくいっていうところもいいポイントです。 SPF 30で PA3+ 入ってますから、これからの季節にぴったりの下地です。メイク落としとかじゃなくて石鹸で落とせるってところがありがたいでしょ。トーンアップしました。でファンデーションを使っていきます。じゃん、ミルキーラッピングファンデピンクベージュです。これも SPF 入ってます。 30PA3+こんな感じで。最近私クッションファンデーションよりもリキッドタイプのファンデーションが好きなんですよね。4月のデートもう桜終わってるか。4月のデート散歩とかなのかな。でも出かけれないしな。でもマスクして通りすがりで桜見てる方とかいましたよね。3月とか年々桜を見ても感動しなくなってきちゃった。いや綺麗なって思うけど、お花見したいみたいなのはなくなった。年齢を重ねた結果なのか。めちゃくちゃ薄付きでしっかりカバーしてくれるから、塗った感がなくさせるっていうのも今日のデートのポイントです。こんな感じです。でアイシャドウ寄れしないように、じゃじゃん、アミュレットベールのクリアカラーの色ですね。これ薬用パウダーなのでニキビとか肌荒れ予防にも最適です。これを目元にシャドウ寄れしないように塗っていきます。色も何もない。顔全体に塗ってもいいんだけどね、ツヤ感を抑えたい時とか。とりあえず今アイメイクしていくから目元だけに塗っていきます。じゃあ次はアイブロウに入っていきたいと思います。まじゃまじゃの可愛いアイブロウ使っていきます。アートメイクしてるから、そんなに描かなくていいんですけど、毛並みをねちょっと自然に見せるためにこの眉頭のところにサッ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 って一本一本引いていくみたいな感じで縦にして描きます。縦とかに描くときにすごい描きやすいので、この筆の先がおすすめ。ちょっと長めに描きました。で次はアイメイクに入りたいと思います。じゃじゃーん、アイシャドウは新色の、シャドウカスタマイズ PK300 と OR300 になります。 OR300 の方を使ってちょっとベースを引いていきたいと思います。アイホール全体的に塗っていきます。ラメの粒子が細かいからアイホール全体に塗っても全然やらしくない感じのラメ感です。見て可愛くない？こんな感じ、薄く見えるけどしっかり仕込んでるみたいな感じのメイクの方が男性受けはするよね。目元がパッと明るくなった。こっちのピンクの方は後で下のアンダーラインの目尻に引こうかなと思います。で、じゃじゃーん、これも新色の BE202 と OR202 で BL102 です。パッケージも可愛いです。何使おうかな。さっきアイホールに塗ったやつ腕で合わせてみる。可愛いでしょ。でも目元に塗ったらやっぱ発色違いますよね。オレンジって感じするけど目元に塗ったら自然な感じ。もう一個のねピンクの方も可愛い。ピンクピンクピンク、今から大幅に塗るやつなんだけど、こんな感じで3色塗りました。3番目の下のやつ BE202 番です。で真ん中が OR202 番、
で、一番上が BL102 番になります。やっぱりメイク的にこれ塗っていこうかな。 BE202 番。おー、かわいい。キラキラ。お目つぶった時にね、キラキラするのがやっぱかわいい。でじゃん、かわいい。私は目頭の部分までちょっと塗りました。こっちも塗っていきます。パッケージお見せしますね。じゃじゃん、かわいくない？キラキラした星みたいなのがついてる。砂漠の BL102 番を眉毛の下にハイライトとして塗っていきます。デートはキラキラでしょう。南日本統計庁ではやっぱり目をつぶった時にキラキラするのが男性受けする。じゃじゃん、こんな感じです。ハイライトちょっと入れてみました、さっきのシャドウで。こういう使い方もできますよ。だから本当は頬にね、こうやって塗っても可愛いかも。で、次は下まぶたは大幅に塗った BE202 番。これをちょっとサッサッサッって余った筆の色味でこんな感じです。で、次はマスカラだ。やっぱりブラウンマスカラでいきたいと思います。これ結構もうボリュームともうセパレートにロングになってくれるからビューラーはしないです。もうちょっと松葉が残ってるんですけど、めっちゃ伸びるよくない？これ。じゃじゃん！ PK300 番を使って下まぶたにアンダーライン引いていきたいと思います。理想のデートはコロナっていうのもあったし、デートっていうデートしてないからもう忘れちゃった。春とか何デートしてたかな。普通にやっぱ映画館とか、あと天気いい日は外に出てたかな。今何のデートを逆に皆さんしてますか？それ気になるな。こんな感じで春っぽくピンクを入れてみました。アイラインもちょっと引きます。ラインマニア PK777 番使っていきます。これもナチュラルピンクブラウンみたいな感じで目尻にまず引きます。今日は上げないです、ちょっと垂れ目で。目頭の部分にも入れます。ちょっと引くだけでも目が大きくなりました。こんな感じです、アイライナー。さっき描いた眉毛のやつで涙袋ちょっとだけ引きます。私男性の服装は G ジャンかライダース好きなので、もうまさにこの時期普通にシンプルに白 T に G ジャンとライダースどっちかでいい。で、あ、下マスカラ塗っていきます。さっきと同じです。シンプルだよね。私はそういう服装が好きです。TPO で何回も引っかかってる私が言えないけど、なんか柄物でちょっと来られて、ちょっと目立つからやめてほしいかな。派手なのはあんまり好きじゃない。人のことは客観視できるのに自分のことになったらできないって。こんな感じです。じゃん、フォルムリメイカーナチュラルブラウンです。こんな感じ。柄はちょっと NG。 ノーノーノーですよ、柄で来られたら。ちょっとT シャツ、白 T とかはお手頃に買える、シンプルな、ま、本当に何もロゴとかがないやつが一番いいと思います。で、ここ、この部分に入れていきます。痩せて見えるから。私ね、アレン様好きなんですよ。めちゃくちゃ好き。性格も YouTube 見てて飽きないもんね。コラボしたいです。じゃあハイライトはさっき眉毛の下にも塗ったアイシャドウ使ってきます。 BL102 筆でキラキラになった。かわいい。このくの字のところに入れたらいいってこの間 BOV の方に教わりました。だから今一番お会いしたい人はアレンさん。アレン様に恋愛相談とかなんかしたいもんね。キラキラン、ツヤン、ツヤツヤ肌で、鼻にはちょっとだけのせていきます。じゃあ次はチークを塗っていきたいと思います。アフデチーク RT303 番です。メイクとぴったり塗れるからこれにした。じゃじゃん、かわいい。こんな感じの、いつも私こう外側に広げてるけど真ん中にふんわり感、まあ、デートメイクだから今日本当に春のデートメイクって感じ。はい、できました。で、さっきのアイブロウ描いたやつで唇ぷっくりさせます。だこれデートメイクだからデート服につながるよね。ブラウス系だよね、明るい。ぷっくりしたのでリップを塗っていきたいと思います。じゃじゃん、小さくて可愛いマジュリカマジュリカのピュアピュアキッスです。 BE314 番ポン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 って塗っていきます。唇は自然なピンク感、こんな感じです。この感じでいいんじゃないでしょうか。完成しました。ちょっと着替えていきたいと思います。ぴょん、じゃじゃん、こんな感じです。デートといえばこんな感じじゃないでしょうか。デートに化粧崩れは本当にもうノーノーノーなので、ミスト最後に
振りかけたいと思います。これ仕上げ用のねモイストカクテルフィクサー、これ振っていきたいと思います。うん、こんな感じで、うん、清楚な感じで今日はメイクしてみました。はい、ポイントは目のまあこのつぶった時のキラキラ、あとはこのやっぱりツヤ感だね。こうフリフリした時にこう顔がツヤツヤして見える感じ。でも触ってもべっとりされる。わかる？男性でさ、こうやってこうやって顔掴んでくる人いるじゃないですか。わかります？あれは大っ嫌いなんですよ。もうノーノーノー。最近はツヤ肌も好きな人がいるから、べっとりしてたらさ、みたいになる時あるじゃん。でも今回ね、ツヤ肌に見えて結構カバー力もしっかりって感じなので。今日はマジョマジョコスメ縛りでメイクしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。で、4月21日発売のこの私が使ったアイシャドウもめちゃくちゃ可愛いので、ぜひデートメイクに使ってみてください。この動画が良かったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。